吉田さん、おはようございます。確かにね、就職したら社会人みたいに思ってましたね。なんか当たり前のように進学して、進学先で悩んで、で勉強して、で就職もいろんな会社をいろいろ案内を取り寄せてね。で正確には就職したいんじゃなくって、給料をもらうところを選んでいたっていうことも言えるし、また他の言い方で言うとね、学校の延長で集団に受け入れてもらえる場所っていうのがどっかないかなと思っていたところもあるかなってとこだと思うんですよ。そんなとこじゃないですかね。なんかね、いちいち思ってないですよね、そんなのね。素晴らしい会社に行ってどうこうとかね、なんとなく楽に給料をたくさんもらえるとこないかなぐらいの気持ちだったと思うんですよ。だから給料もお小遣いの延長ですよね。お父さんお母さんにもらっていたお小遣いの延長、そんな感覚に過ぎなかったんではなかろうかと思います。まあ私はね、そういうふうに思うんですけどね。どうですかね。で今ね、FX のカリキュラム、コンテンツ作ってるんですけども、自分の子供にも FX を教えたいですかね、私ね。でそうなると目安では10歳から12歳ぐらいの間にマスターしてもらえればなと思ってるんですよ。まあ、子供が興味持たない可能性もありますけども、もうやっぱりね、人に教えてるんだから子供に教えてもいいだろうって感じですけどもね。てか子供に教えられないもん、人に教えんなよっていうところもあると思いますし、でそういう意味で、まあ、私はこれから子供に教えていくことも念頭に入れながら FX のコミュニティを運営していこうかと思いますけども、お金の心配が仮になくなったとして、進学は何のためにするんですかね。就職は何のためにするんですかね。すでに変わってくると思うんですよ、そういう時点でも。だからそういった変わった選択肢を子供には持たせたいなと。選択肢じゃない、変わった判断をね。待遇がいいから行くんじゃなくて、一緒に働きたい人がいるから行くとか、そこの会社でのスキルに興味があるとかね、経営手法を学びたいとかね。本来就職ってそういうふうに会社とか人に惚れてするもんではなかろうかと思うところもあるんで、ますますね、そう思うわけなんですけどね。目的の目ということでございます。いってらっしゃい。